青コーナーより選手入場。さあビルドアップしています。この男堂々と入ってまいりました。赤コーナーより選手入場。さあ味のあるベテランがやってまいりました。会場のファンも大歓声で迎えています。いけよ。シングルマッチ30分1本勝負を行います。青コーナーエリートレスラー、いけよ。いけ。赤コーナーオリジナルレスラー、レフリー山本小鉄。今ゴングが鳴りました。さあ山崎さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運んでいけるかですね。それがポイントになると思いますよ。ありがとうございます。投げてまいります。ねちっこい展開に移行してまいります。ロープに逃れました。組に行きます。ロープに振った。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えませんね。ああそうですか。体を預けます。肩が上がります。エルボーを入れていきます。ボディースラム引き起こします。あっとエルボー抱えます。ボディースラムで投げてまいります。起こします。ガードします。スタンディングを取らせます。こうやってプロとして戦っていますとね、ここかしら悪いところは必ず出るんですよ。首、腰、膝、肘とね、上げ出したらキリがないですけど、でも泣き言は言ってられないですからね。ああそうですよね。エルボーを振り落とします。ロックアップ。さあ粘着質よろしく、締めに転じてまいります。組み合います。派手さには欠けるものの、その基本に忠実な試合運びには定評があります。ファンの信頼も厚い。この男のレスリングというものはまさにプロレスの教科書といったところでありましょうか。あっとそのまま倒します。行くのか。強烈に締め上げてまいります。逆水平ブロックします。起こしてまいります。キックを打っていきます。組み合います。返してまいります。ブロックします。このポーズです。ガードします。ドロップキックを見舞ってまいります。さあ粘着質激しい、このサブミッションいかがですか。そうですね、スタミナを奪うにはいいんですが、これで決めるのは難しいんじゃないでしょうかね。あ、そうですか。ロープにブレイクしました。掴んだ。2位を蹴り上げます。腰を落とします。あっと膝十字で切り返す。腰を落とします。ハンマーを打ち込んでいきます。キックを打ってまいります。行くのか。フロントのヘッドロックに取ります。ストマックへの攻撃であります。こうやって攻められると厳しいですね。
後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああそうですか。スリーパーホールドに入ります。ロープブレイク掴みます。させません。ロックアップ。鬼の形相で締め上げます。ロープブレイクです。抱えます。こういう投げ技をね、ファンの人が見ると痛そうだなって感じると思うんですが、顎を引いてきちんと受け身を取ってますからね。そういうところをよく見てもらいたいですね。なるほど、そのあたり注目してまいりたいと思います。決まり具合どうでしょう。ちょっとポイントがずれてますね。ガードします。ラフ殺法に転じます。30分一本勝負を行います。組みに行きます。ロープに飛ばした。そのまま泣き投げてまいります。スタンディングを取らせます。エルボーでブロック。サイドを抱えます。ひねりの効いたバックドロップ。アキレス腱固めに移行します。組み合います。逆に投げてまいります。チキンウィングに固めてまいります。ロープに逃れました。ロウを打ち込みます。掴みます。パンチの速射砲。リング下に降ります。リング下に降ります。リング内に戻ります。リング内に戻ります。行くのか。あと返します。メキシカン式の締めを見せてまいります。掴んだ。肘を打ち込んでまいります。蹴りをぶち込みます。起こします。岩石落としバックドロップであります。組みに行きます。フロントからのヘッドロックに移行します。ストマックを狙ってまいります。アキレス腱固めに入ります。ロックアップ。ロープに振って、膝。さあこれは逃れることができるのか。これは入ってますよ。首根っこを掴んだ。強烈キック攻撃。今もろに入りましたよ。はい、ブロッキー状態か。腕を取った。腕しぎ十字固め。ロープブレイク。ガチッと組み合った。あっと切り返した。背後からキャメルクラッチに移行する。そのまま倒していった。一気に締め上げる。組み合った。あっと逆に返した。抱き起こす。ガードした。いけるか。あと逆に倒した。立たせていく。バックを取って背後を取り返す。変形のストレッチ系に持っていく。頭を掴んで、させません。もう放送席まで痛みが伝わってまいります。これはきついはずですよ。エンジン蹴り。15分経過。釣り天井に移行する。組み合った。あっと返した。キックものすごい。アッパー気味のパンチ。水平打ち。引き起こす。
ドロップキックが突き刺さる。そのまま腕を決めていった。ロープに逃れました。あっとキャッチした。裏アキレス固めに移行する。ここでロープブレイク。ガチッと組み合った。強烈に締め上げる。ハンマーを振りかざす。キャメルクラッチの体勢だ。抱えた。フロントからのスープレックス。カバーした。岩壁の母の胸に抱かれました。蹴り上げていく。いけるか。逆に返した。起こした。膝小僧が暴れる。見えを切った。体を預ける。ここでロープブレイク。あっとそのまま倒していった。いけるか。すごい形相で締め上げていく。抱き起こす。膝を突き上げていった。ガッチリ入った。嬉しい逆十字。組み合った。コーナーに振った。フェイスクラッシャー。メキシコ式の締めを決めていった。ガチッと組み合った。あと逆に投げていった。20分経過。20 minutes pass。 リング上の終身経過。監獄固め。フロントに捉えた。スライダーで投げていった。さあ腕しぎの体勢だ。岩壁の母の胸に抱かれました。腕をフックした。これ危ないですよ。脳天粉砕か。もうここまで来ると作戦とかじゃないですね。出たとこ勝負ですよ。カウントは入る。カウント3が入りました。青コーナーより選手入場。さあ味のあるベテランがやってまいりました。会場のファンも大歓声で迎えています。赤コーナーより拝ませていただきます。神崎仁水入場。さあさらなる高みを夢見てこの男が入ってまいります。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナーオリジナルレスラー。頑張れ頑張れ。赤コーナー
180cm 108kg いけよ神崎仁水頑張れレフリーマイティ井上頑張れの中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。リング上はリバースボストンクラブの体制です。行くのか、逆に振り返して膝を入れていきます。掴んだ、ストマックに突き刺さります。掴みます、チョップの雨を降らせます。打ち込んでまいります。掴んだ、させません。乾いた音が館内に響きます。テイクダウン、足を抱えます。先ほどから館内のボルテージがすごいんですが、戦っている時ってお客さんの声って聞こえるもんなんですか。いやそりゃ全部は聞こえないですけど、聞こえますよ。まあ苦しい時とかはね、ほんとそれで頑張れますから、ファンの声援というのはね、ありがたいものですよ。あ、そうなんですか。こういうね、体を使った単純な攻撃っていうのは効いてくるんですよ。ああ、なるほど。ドロップキックを放ってまいります。組み合います、返してまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。抱えます、ブレンバスターでぶん投げます。ヘッドバットを打ち込んでまいります。フロントに捉えます、パンチで返します、張ってまいります、足を取ります。この辺り研究していますね。そうですね、簡単にはさせませんね。腰を落として逆片指固めの体勢です。組みに行きます、逆さ押さえ込み、跳ね上げてまいります。掴みます、キックで返します、ブロックします。こういった地味なんですが、レスリングの展開っていうのは想像以上にスタミナを奪いますからね。いい攻めだと思いますよ。はい、掴みます、頭突きを打ち込みます、肘を打ち込んでまいります、腕を取ります、切り返します、ストンピングを叩き込んでまいります。足に照準を絞るのでありましょうか。掴んだ、ラフサッポーに転じます、ガードします、ストンピングです。掴みます、逆に返します、腕を捉えます、バット返します、ショルダータックルで倒します、起こします、バックドロップの体勢、岩石落とし、バックドロップであります。このポーズ、もう気持ちだけで打ってますね。はい、足を殺していった、すごい音がした、あと逆に返した、抱き起こす、あと切り返した、ドロップキック、トップロープを狙う、ダイビングしたヘッドバット、首根っこを掴んだ、
2位を突き上げる。翔亭腕を取った。バット返した。打ち込む顔面。あっと逆に捉えた。今危なかったですね。そうですね、危なかったですよ。決まり具合いかがですか。これはがっちり決まってますよ。あっとキャッチした。マンダラひねり。立たせていく。ブレンバスターで切り返した。念仏を捉えた。あっと押し付けた。捉えた。ピックルか。ヘッドディッター。体を預ける。ロープブレイク。のど輪か。抱え上げてチョークスラム。カバーした。ここでロープブレイク。腕を取った。おっと逆に腕を取った。ガチッと組み合った。あっと倒していった。読んでいます。まさに読み切り小説。もうこれは逃走本能ですね。もう記憶は飛んじゃってると思いますよ。念仏を捉えた。スクリュー系のパイルドライバー。放っていくのか。ダイビングヘッドバット。組み合った。コーナーに振った。全体重を落としていった。青コーナーより驚異の太鼓腹魔人選手入場。さあ驚異のレスリングモンスターが入場してまいります。赤コーナーより選手入場。
ンガン行け、頑張れ。シングルマッチ単10分一本勝負を行います。青コーナーオリジナルレスラー、行けよ、頑張れ。ケンタ。赤コーナーケンタ、エリートレスラー。レフリー山本小鉄。ケンタ。澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ山崎さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運んでいけるかですね。それがポイントになると思いますよ。ありがとうございます。行くのか。フライングメイヤーで倒します。ドラゴンスリーパーに移行します。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えませんね。ああそうですか。起こしてまいります。蹴りをぶち込みます。ローを打ってまいります。キックを打ってまいります。キック攻撃を見舞います。鋭いキックです。前蹴りで牽制してまいります。逆に振り返してコーナーに打ち据えてまいります。キックで間合いを取ります。フロントに捉えます。技っていうのはたくさん出せばいいってものじゃないんですよ。一つの技を大事に使うことがある意味プロとしての力量でしょうね。ああなるほど。パンチで返します。走り込んでのエルボー。ああこの辺りねちっこい展開ですね。そうですね、こういった攻めっていうのは相手からしたら非常に嫌なものですからね。そうですよね。エルボー、ストバックに突き刺さります。顔面に突き刺さります。ノアジュニア赤丸急上昇であります。このケンタ、イケメンソルジャーケンタにとっては全てのレスラーが3枚目。一冊のブサイクへの膝蹴りで今日も屈辱の烙印を押してまいります。抱えます。外してまいります。腕をフックします。そのまま後ろに投げてまいります。ローを打ち込みます。腰を落とします。ニーを突き上げます。あっとキャッチした。それにしても一瞬たりとて目が離せませんね。そうですね、両者とも調子いいんじゃないでしょうか。ブロックします。顎を狙ってまいります。フロントに捉えます。スロイダー気味に投げてまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。掴んだ。フロントからのキック、ストマックへの攻撃であります。バックに回ります。エルボーで返します。バックを取ります。飛びついての腕しぎ逆十字、ロープに逃れました。掴みます。キックで返します。腕をフックします。2位を蹴り上げます。腕を取った。させません。抱えます。パンチで返します。こういった飛び道具なんですが、いかがですか？そうですね。高さがある分ダメージも増しますから、きついですよ。そうですね。おっと逆に捉えた。こういう力で持っていくのは効きますよ。ちょっと苦しそうですね。引き起こします。耐えます。間合いを嫌ってまいります。ブロックした。サイドポジションから膝をぶち込んでいく。ここでロープブレイク、アッパー気味のパンチ、決めに行くのか。そのまま固めた回転ジョーク五輪スペシャル。技の仕掛け早いですね。勝ちにいってますね。さあガッチリ入ったぞ。これは決まってますね。キック、
腕をフックした。させません。あっとアンパー、もう針振り切ってますね。そうですね、すごい気迫ですよ。ヒートアップしてますよね。受け身の取れないジャーマンスープレックス。立たせていく、顔面を捉えた。あっとそのままぶち当たっていった。ストンピング、カウント入る。ロープブレイク、ロープブレイク、タックルぶちかわし、カバーした。ロープブレイク。10分経過、10ミニッツパー。ガチッと組み合った、コーナーに振った。今側頭部ですね。後頭部痛打か。ストンピング強烈、バックに回った。バックを取り返す、背後から飛びついて嬉しい逆十字。岩壁の母の胸に抱かれました。ガードした、起こした。バーッとパンチ強烈、強烈、サイドからの膝蹴り、ロープに逃れました。あっとエルボー、ストンピングを叩き込む。エルボー強烈、掴んだ。今よく切り返しましたね。今のはもう瞬間的なひらめきですよ。そのまま固めた、回転チョーク、ドリンス、カウント3。NWF ヘビー級選手権試合、青コーナーより挑戦者ジャイアントロシュモフ入場。さあ歩く人間山脈、大巨人がやってきた。赤コーナーよりチャンピオン選手入場。さあその腰に輝くは伝説の NWF。 NWF の新たな歴史はこの男が刻んでまいります。頑張れ。本日のメインイベント、艦長、 NWF ヘビー級選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者、2m23cm、 200kg、 頑張れ、ジャイアントロシュモフ。頑張れ。赤コーナーチャンピオン、エリートレスラー艦長。艦長。レフリー、レッドシューズ運の木
がゴングの眠りを覚ましてまいりました。実況席には山崎さんをお呼びしています。さあ、両選手の眼差しご覧になってどうですか？そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。掴みます。キックを打ってまいります。掴んだ。頭突きを打ち込みます。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくて、お互いに意地がありますからね。蹴りをぶち込みます。抱えます。フロントから落としてまいります。プロレス固定絵巻アイアンクローです。ロックアップ、フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーが襲ってまいります。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは怪我に対する恐怖感がいつも付きまとうわけですよね。まあ、僕なんかの場合は試合前に塩をまいたりとか、そういうことをして精神面を吹き切ったりしてましたよ。あ、なるほど、そうだったんですか。掴みます。逆に切り返します。起こしてまいります。組みに行きます。パンチで返します。組み合います。今日もその山のような巨体はリングを揺らしてまいります。屈強なレスラーがまるで子供のように見えるこの男の体格、まさにその存在そのものが最大の武器であります。キック攻撃を見舞います。掴んだ。切り返します。ラフサッポーに転じます。あと返します。ニールキック、気合を入れてまいります。ハイキック側頭部、荒っぽいファイトを展開してまいります。掴みます。させません。館内もどよめいてますね。そうですね、こういった技っていうのは見た目以上に重いですからね。そうですよね。腕を回します。逆に投げてまいります。行くのか。巻き投げで切り返します。